ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。この度チャンネル登録者様が3万人を突破いたしました。ありがとうございます。今すごくたくさんの方が毎日登録してくださってまして、さらに1000人増えて今3万1200人ぐらいになってました。ありがとうございます。もう一つお知らせ、パソコンを買い替えました。なんか壊れちゃって2テラバイト容量があるのに変えたらすごく処理が早くなったので、画質を向上してアップロードできるようになりました。現在この動画も以前よりも高画質でアップできていると思います。今後は画質もお楽しみいただけたらと思います。それとですね、ちょっと申し訳ないのですが、おかげさまでたくさんの方にご予約をいただいていまして、それと以前にお知らせしましたけれども、コルギのレッスンを受けますので、そのためにお休みする日もございまして、ご予約が以前よりも困難となっております。現在駅店では8月16日が最速、ご予約が取れる最速日となっておりまして、16、17だけ取れる状態になってます。18以降はあんまり2ヶ月、3ヶ月先取ってしまっても、その時の状況、体調などが一人でやっておりますので、あまり先のことまで管理しきれないというのもありまして徹底しておりまして、なので現在ですと8月16日17日のみお取りいただける状況になっております。キャンセルなどが出てまた空きが出ることもあり得るとは思うんですが、なかなか予約が難しくなっております。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。2回目以降の方ですとか、初回の方も例えば普段は海外にいるですとか、県外特にいるんだけれども、たまたまこの月この期間は行けるので、ぜひ寄ってみたいとか、なかなか行けないっていうような方でしたら、早い段階で、分かった段階で打診していただけたら、なるべく調整してお取りいたしますので、ご相談ください。初回の方よりも2回目以降の方の方がこちらも分かっていたりとか、問診票を書いていただく時間とか取らなくていいっていうのもありますし、道分かっているとかっていう安心感もあったりしますので、なるべく優先して取るようにしております。ご迷惑お手数おかけいたしますが、ご理解いただいてご相談いただければと思います。このような3点ご報告でした。これからもリラクエアをどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録してくださっている方々、どうもありがとうございます。これからもいい動画をお届けできるよう、それからもちろんリラクエア本業も頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。 See you.